575M マラネロは、イタリアの自動車メーカーフェラーリンが製造していた、クーペタイプのグランツーリスモである。2002年3月のサロンアンテルナショナルドロトで550、マラネロの後継車種として発表。5.75リットルのエンジンを搭載すること、550から改良が加えられていることから、575M の名称が付いた。デザインを担当したのは、 ピニーハリーナである。エンジンは550のティーポ F133 型 5.5LV12 エンジンを改良し、ボアアップしたティーポ F133E 型 5.7LV12 エンジンをフロントに搭載する。このエンジンは最高出力 515PS7250rpm、最大トルク6 0 0 k g ス m 5 2 5 0 r p m で、 550比では 15PS の出力アップ 3.0kgfm のトルクアップを達成している。トランスミッションは従来の6速 MT と6速セミ AT を用意している。なお、575M はフェラーリの V 型12気筒モデルでの初の F1 マチック採用車である。F1 マチック搭載車はステアリングのパドルで変速を行う。同年5月、 日本で発売された。価格は6速 MT 車が2470万円、F1 マチック車が100万円高の2570万円であった。2005年にカロッツェリアスカリエッティプログラムに GTC パッケージが追加された。日本への導入はわずかである。生産台数は550に比べるとずっと少なく、2005年に生産を終了し、 後継車種の 599GTB フィオラノにバトンタッチした。フェラーリコレクターでもあるイタリーや代表、林義行のオーダーにより、ザガートで2台製作されたワンオフモデル。デザインは同社チーフデザイナー原田のリヒ1号車はガンメタリックとシルバーの2トーンに単内装。2号車はブラックにダークグリーン内装。レーシングモデル。 2003年の FIAGT 選手権に投入され、第9戦でデビューインを飾っているほか、プライベーターの手により、ルマン24時間レースにも参戦した。ありがとうございます。